島は日本海軍の通報艦。艦名は千島列島に由来する。1886年12月上旬、フランスから日本へ開港中の巡洋艦ウネビが行方不明となり、日本側は保険金で巡洋艦千代田を建造した。フランス側が建造したのが本艦である。1893年寄港。強力な魚雷兵装を持つ。 水雷砲艦として建造された。フランスから日本へ開港中の1892年11月30日、瀬戸内海でイギリス商船と衝突して沈没。国内問題及び国際問題に発展した。エミール・ベルタンが自ら信奉する青年学派に基づいて設計を行う。1887年6月6日。 日本海軍は建造予定の艦艇7隻について、官名を内定。1890年1月29日、千島は、フランス、ロアール社ンナゼール造船所で寄港。8月22日、サセボチンジュ府所管の第一種と定められる。同年11月26日、浸水。当初、最大戦速22ノットが約束されていたが、 試運転で19ノット程度しか達成できなかったため、1年ほど引き渡しが遅れた。1892年4月1日、竣工同年4月18日、フランスを出航。アレクサンドリア、ツエズ運がシンガポールを経由して、同年11月24日に長崎に到着した。11月28日、千島は長崎から神戸に向けて出航。 11月30日午前4時58分、愛媛県五五島沖で神戸から出港した P&O 社所属の営業船ラベンナに衝突され、千島は沈没した。事故時の千島乗組員90名のうち74名が犠牲となった。瀬戸内海所在の日本艦三石島が救援に向かった。この事故は国際問題と国内問題に発展した。 横浜の英国領事裁判所に提訴され日本側の実質勝訴だったが、上海の英国高等領事裁判所での第二審では敗訴した。後にイギリス数密院に上訴して差し戻し判決が出されたため、最終的にイギリス政府の意向で1895年9月19日をもって和解となった。ありがとうございます。